あ、もう入ってるね、これ。私あれが痛かったかもしれない。あれね、ジャンピングするでしょ。こうやってやって、こう止まるやん。そう、これがあかん。いかんのだよ。私ジャンピングの後でも痛くなったの。ジャンピングしたらここでこうするじゃん。これやと。でも続けてって言うんだけど、続けれんの偉くって。時代の
いくちゃんはあれかな、もう知ってるダンスばっかりになる、多分ここは忘れてると思うのすいません、また毒舌ではい、あ、よかったら OK してください。あ、もういいのね。はい、こんばんは。カントリーナイトの時間がやってまいりました。今日はですね、なんと後半バンドさんが都合悪く、ライブはないんですけれども、ダンスのあとね、もし配信終わった後に元気が残ってたら音楽かけておくので、あの踊ってくださいね。はい、でフリーダンスで、あのリクエストがあったら言ってください、かけますのでね。はい、では、今月じゃなくて、もう今月今日最後かなので、来月ですね、10月2日の日曜日、今度の日曜日ですが、関西から森山美香&デビルスさんが来ます。イエイ。もうすごい何年ぶりかな、久しぶりにね、あの来てくださるので、今日ね、その美香さんがこの2曲は絶対歌ってくれるだろうなっていうダンスをします。それは2曲目と3曲目でやりますね、1曲目じゃなくてね。それで、もし歌ってくれんかったらもうリクエストしときます。はい、ということで、それは2曲目3曲目ですね。はい、で、1曲目はじゃあヒンジスというダンスで、何月かな、去年の11月頃に1回やってるんですけれども、この前ちょっと他の教室でこれ忘れたからやってって言われてやろうと思ったんだけど、私も忘れててできなかったという、すごかったんですけど、なんで次やるねと言ったので今日復習しときます。はい、じゃあ1曲目お願いします。どんなダンスか見ててください。ヒンジターンっていうのが入りますね。はい、では行きましょう。まず右にバインですね。サイド、ビハインド、サイド、ストンプします。ストンプしたら、体重は右に乗ったままですね。右に乗ったままつま先を開いて、パンゴ2回しますね。はい、で左もまたバイン行きますよ。サイド、ビハインド、サイド、ストンプ。ここはファンじゃなくてヒール、フック、ヒール、フックとしますね。右と左、バインは一緒なんだけども、バインで、ついた足が違うっていうことね。はい、じゃあ右、左行きますよ。5、6、7、8。サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ファン、ファン。サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ヒール、フック、ヒール、フック。はい、もう一度じゃあね、今度カウントでいきます。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、そして今、ヒール、フックの状態。さあ、ここで何秒皆さん立てられるか、違うか。はい、で、ここから前に、6ステップいきますね。ちょっと見ていってください。ステップ、ロック、ステップ、スカッフ、ステップ、ロック、ステップ、スカッフと前に行きます。はい、今ヒールフックの状態から5、6、7、8、ステップ、ロック、ステップ、スカッフ、ステップ、ロック、ステップ、スカッフ。はい、音は合ってるね。はい、じゃあ最初からそこまでいきましょう。5、6、7、8、サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ファン、ファン、サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ヒール、フック、ロック、ステップ、ステップ、ロック、ステップ、スカッフ、ステップ、ロック、ステップ、スカッフ。はい、じゃあ
次いきます。マンボですね。ロック、リカバー、バック、ホールド、マンボステップですね。マンボステップで、ロック、リカバーときたらここで下げて戻らずにここでホールドしますね。ワン、ツー、スリー、フォー。そして次もいきます。ビハインド、ターン、クロスときます。それヒンジターンっていうんですけれども、まずじゃあマンボいきましょうかね。右足からロック、リカバー、バック、ホールド、そしてビハインド、ターン、クロス。そう、クロスでもね、こんなたくさんクロスする必要はないので、右足の前に持ってくれば大丈夫です。はい、じゃあ、今ロックステップが終わったところにしようかな。ステップ、ロック、ステップ、スカーフ、ステップ、ロック、ステップ、スカーフ、いきます。はい、マンボからね、5、6、7、8、マンボ、ホールド、ビハインド、ターン、クロス、ホールド。で、今ね、左足に体重乗ってますよ。左足に体重ね。はい。これで終わりだったかな？これで終わりだ。そう、もうできちゃったね。はい。そう、私今一瞬あれこれの次なんだったかなと思って、あ、これで終わりだったと思って。はい、じゃあ最初から続けましょう。5、6、7、8、サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ファン、ファン、サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ヒール、フック、前に、ステップ、ロック、ステップ、スカップ、ステップ、ロック、ステップ、スカップ、ロック、リカバー、バック、ホールド、ビハインド、ダンス、クロス、ホールド、でね。はい、なのでこの形で終わる。この形で終わってるはず。で、左に体重乗ってますね。ここから、最初のバインに持ってきます。5、6、7、8。サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ファン、ファン。サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ヒール、フック、マニー。ステップ、ロック、ステップ、スカッフ、ステップ、ロック、ステップ、スカッフ、ロック、リカバー、バック、ホールド、ビハインド、ターン、クロス、ホールド。はい。OK ですね。じゃあこの位置から5、6、7、8、サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ファン、ファン、サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ヒール、フック、ヒール、フック、ステップ、ロック、ステップ、スカッフ、ステップ、ロック、ステップ、スカッフ、ロック、リカバー、バック、ホールド、ビハインド、ターン、クロス、ホールド。はい。じゃあこの位置から5、6、7、8、サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ファン、ファン、サイド、ビハインド、サイド、ストンプ、ヒール、フック、ヒール、フック、ステップ、ロック、ステップ、スカッフ、ステップ、ロック、ステップ、スカッフ、ロック、リカバー、バック、ホールド、ビハインド、ターン、クロス、ホールド。はい。で、戻ってきました。思い出した？やったなと思って。いいの、いいの。忘れて。どんどん忘れて。どんどん入れればいいだけ。ね、はい。では、フォーウォール続けましょう。はい。だから、クロスホールドで終わったらすぐにサイドビハインドってね、入ってください。カウントでいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、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 5、6、7、8、最初からファン、5、6、7、8、サイドヒールフック前に、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、最初からワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、前に、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、マンボ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. おー、いいじゃん。わかりやすかった？よかった。ではですね、曲もっと早いんでスピードアップします。はい、スピードアップします。いきますね。5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス。最初から。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト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 。右前に、スリー、フォー、ファイ、シックス、左。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、前に。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト。いいじゃん、いいじゃん。すごい。すごいね。間違えても、すぐ立て直せるようになったよね。うん。すごい、それすごい大事なことだよね。はい。では音楽お願いします。もうちょっとじゃあ前に来ても大丈夫、うん、はい、行きますね。一人ここでもいいよはい、この前もね、デモダンスがちょっと2週続けてあって、出てきました、この辺のね、メンバーで、デモを経験すると次にね、普通のレッスン行った時すっごい上手になってるからって言ったら、もうもろにそれが出てた。そうそう、すぐ調子こくよねすいません、口悪くて。あ、そうです、もう上げればどんどん上がってくる。そうです。いやいや、本当に、でもね、本当そうなんですね。目を見張るぐらいの。立て直せるのも上手になったし、ごまかすのも上手になったしね。ごまかすのも技のうちなんでね。でも、すごい、素晴らしいなと思います。はい。それでですね、でもついでにちょっと言うと、
9月18日は一宮で踊ってきました、それが YouTube でアップしたのでぜひ皆さん見てください。あ、配信の方にいいとこ見てください。そして登録もお願いします。サンフェイスダンスクラブです。はい、はじめになります。あ、代わりに行ってくれてありがとう、ね、あ、それとね、あさこちゃんのいるギークス、あさこ&ギークスとね、さんと一緒に、なんだろう、あれはね、ちょっとデモっぽい感じで、デモでもないかな、まあ、練習風景なんですけど、それを撮ったのも2曲、3曲あるので、ざーっとちょっと検索して、あれ、見とへんの、はい、東方にいております、はい、そう、それもね、あの、ぜひ聞いてください。いいねもお願いします。はい、ということで、今日配信は見てくださってる人いるのかな、わかりますか、そちらで、うん、あの、でも、あ、書き込みもありますよ。あ、本当に、楽しみにしてます。あれかな、 B ガールズの方かしら。え、何？はい、楽しみに待ってますって書いてくださってるのがどなただろう。ちょっとわかんない。ごめんなさい。あとでゆっくり見ます。あとお名前出てる人、高子さんだね。あの、B ガールズの前々月かな、神戸から来てくださってね、6人で来てくださって、めちゃくちゃ華やかだったよねって、おらんかったね、めちゃくちゃ華やかだったんですよ。でその時に B ガールズの B ってどういう意味でしょうって、なんか普通ビューティフルとかね、ビューティーとか、なんかそっちかなと思ったらね、なんとなんと、いやいや、いろんなことがあって、ブーツの B もそうだし、あとね、一番大事なのね、ビーフなんですよって言って、神戸ビーフ、神戸牛、それもかかってるんだって。でもそれで私大笑いして、で、その B の秘密を言うのに2ヶ月かかった。引き伸ばして引き伸ばして、そんな機会みたいな感じなんだけど。ということで、 B ガールズの皆さん、今日も楽しんでますか？よろしくお願いします。はい、ということで1曲終わりました。まだ全然大丈夫ですよね、あの、体力的に。ではですね、2日、そうそう、ビールももちろんあるの、めっちゃんこ飲んだ、みんなすごいの。だからビューティフルはもちろんなんだけど、ブーツがあってビールがあってビーフがあるんだって。私はイエーイはい、ではね、2日に森山美香さんいらっしゃるのでね、あの、その時に歌っていただけるであろう曲をします。はい、では、どっちからいこうかな。ザ・ピクニックポルカからいこうかな。はい、カーボイスイートハートなので 1,2,3,4,5 曲目をお願いします。はい、もうご存知の方も多いと思いますが、忘れた、じゃあちょっと見ててくださいね。大丈夫？頑張って。あ、じゃあ少しずついきましょう。右足からね、トーヒールチャチャチャときます。トーヒールチャチャチャ、右と左いきますね。これは、インプレースです。トーの時にちょっとこう、なんだろう、膝を内側に入れるとやりやすいですかね。トーヒール、そしてその場で右左右とチャッチャッチャ、トリプルステップですね。左も一緒と、ヒールチャッチャッチャ、はい、そこまでいきましょう。5678とヒールチャッチャッチャとヒールチャッチャッチャ、綺麗に音揃ってました。じゃあ次いきますね。右足から
シャッフル、シャッフルときたら、バックシャッフル、バックシャッフルときます。はい、いいかな？じゃあ前行って戻ってきますよ。5、6、7、8。シャッフル、シャッフル、バックシャッフル、バックシャッフル。バックシャッフルね、ちょっとやりにくいかもしれないですけどね。はい、じゃあ次行きます。ローリングクラップ、ローリングクラップなんですけど、ローリングっていうのは、バインね、バインを、くるっと回るとローリングバインになります。こちらも一緒です。こちらも一緒。で、回るのが目が回ってちょっと苦手だなっていう人はバインで全然いいです。ここね、バインでいい。あの男性バインでも全然いいですよ。あの男っぽくやる。はい、じゃあ右バイン、バインの人はバイン、それからローリングする人はローリングでいきますね。ファイン、シックス、セブン、エイト、ローリング、クラップ、ローリング。はい、ローリングするときは、右に行くときは右のつま先まずこちらに向けるとやりやすいです。ね、最初の一歩がここだともうすごいやりにくいです。ローリングはね。なので、もしローリングしようと思ったんだけども、足がこうやって真横に出ちゃったという人は普通にもうバインをやっちゃった方がいいです、ね、でローリングするときは右足のつま先を、まず90度向こうにね、右に90度の方向につま先向けて体重乗せます。そして左足をここに置く、カタカナのハの字を描くように置きます。そして右足をまたこちらに向ける、ね、体重移動です。右左右右、左、右の体重移動。で、最後はここでタッチですね。はい。じゃあ、ローリングやってみましょう。右行きますよ。5、6、7、8。ローリング、タッチ。タッチとともに手はクラップしましょう。で、左も同じです。左にローリングするときは、左のつま先をこちらに最初向け。ね、最初の一歩が大事。7、8。ローリング、クラップ。ということですね。ローリングのコツですね。はい。では、それを踏まえて最初からいきます。5、6、7、8。トー、ヒール、チャチャチャ。トー、ヒール、チャチャチャ。シャッフル、シャッフル。バックシャッフル。ローリング、ローリング、クラップ。ローリング、クラップ。わあ、いい感じじゃない？ちょっとじゃあ、後ろ見ていきましょう。やりましょう。ちょっと見せてください。いきます。5、6、7、8。トーヒールチャチャチャ。トーヒールシャッフル、シャッフル、シャッフル。バックシャッフル。ローリング、ローリング、クラップ、ローリング、クラップ。あ、いいじゃん。みんな最初の一歩すごい綺麗だし、綺麗だした、だって綺麗でした。はい、じゃあ前見てください。じゃあ次いきますね。次キックボールチェンジです。キックボールチェンジ、横から見るとキックボールチェンジ。まずキックします。そしたらボールをつく。ボールって、この部分ですね。キックボール、あ、ごめんね、すいませんキックボール、そして、左足に足チェンジする、ね、体重を乗せ替えるね。キックボールチェンジ、キックボールチェンジ、キックボールチェンジってね、もうすごいよく出てくるから、あの覚えてください、ね。はい、じゃあキックボールチェンジ2回いきます。5、6、7、8。キックボールチェンジ、キックボールチェンジ。もう一回いこうかな。5、6、7、8。1、2、3、4。はい、でその次ね、ちょっと見ててください。ステップハーフターン、ステップハーフターンときます。5、6、7、8。ステップハーフ、ステップハーフ。はい、キックボールチェンジ2回のステップハーフを2回、もう一度いきますね。キックボールチェンジから5、6、7、8。キックボールチェンジ、キックボールチェンジ、ステップハーフ、ステップハーフ。そう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 、すごい分かりやすく、よいしょーって、よいしょーって、そこまで死んでも大丈夫なのでそう、あの可愛かったけどね、うん、一生懸命やってますって感じででもそれやってるとダンスしてると結構邪魔になるので、あの普通に出せばいいね、普通にね。じゃあもう一度だけいきましょう。5、6、7、8。1、2、3、4、5、5、6、7、8。バックシャッフル、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 
7 8 okay。 はい、じゃあ最初からそこまでカウントでいきましょう。5 6 7 8 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 1 and 2 3 and 4 5 and 6 ローリング1 2 3 4 5 6 7 キックボチェン1 and 2 3 and 4 5 6 7 8。 はい、で左足に今体重乗ってます。で次ですね、右足を斜め前にストンプします。ストンプしてしっかり体重乗せますよ。そしたらクラップ3回1、2、3とします。まあ、このクラップはこの辺でやる人もいるし様々なんですけど、私は下から順番に上げていくのが好きかな。ストンプ、クラップ、クラップ、クラップときます。じゃあやってみましょう。5 6 7 8、ストンプ、クラップ、クラップ、クラップ、それをステップ、ハーフステップ、ハーフストンプ、クラップ、クラップ、クラップと続きます。なのでちょっとステップハーフ2回やってからクラップに行きますよ。5 6 7 8、ステップハーフ、ステップハーフ、ストンプ、クラップ、クラップ、クラップ。すごい、音揃ってるやん、足も手も。じゃあ次いきますね。はい、で今クラップが終わりました。そしたら、シャッフル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 が4回きます、出ますね。まずこっちの今壁見てますね、前の壁。そしたら、クロス、円クロスときます。はい、で今度は右の壁を見てシャッフルと前向きます。はい、で今度はまた右90度を見てサイドシャッセときます。はい、で今度はこちらの壁見て、あ、ちょっと待って、何回やった今。クロス、円クロス、シャッフル、サイドシャッセ、バックシャッフルだ、バックシャッフル4回ですね。やっぱりちょっとこちらの方に寄って今のところ練習しましょう。今クラップが終わりました。次ね、クロス、円クロス、こちらの壁見ていきますよ。7 8、クロス、円クロスで左足に体重ですね。で今度こちらの壁見て壁に向かってシャッフル、7 8、シャッフル、そうそうそう。で今度は右90度にの、壁ね、そこでサイドシャッセします。左から、はい、サイドシャッセ、そうで今度また右の壁見るからバックシャッフルします。右足から7 8、バックシャッフル。ちょっとじゃあ前見ててください。今のところやりますね。ちょっと見ててくださいね。クロス、円クロス、シャッフル、サイドシャッセ、バックシャッフルときます。で最後は右足に、体重乗ってますね。だから壁を 1,2,3,4 回見るとかね、90度ずつ。はい、じゃあもう一度いきましょう。クロス、円クロスから 5 6 7 8、クロス、円クロス、シャッフル、サイドシャッセ、バックシャッフル。大丈夫、気をつけてね。で右足体重乗ってますか。もう一度いきます。今ねこれが終わったところ、ね、いきます。5 6 7 8、クロス、円クロス、シャッフル、サイドシャッセ、バックシャッフル。そう、そしたらずーっと今こちら寄ってきましたね。だから向こうへ行くだけ、左足からウォーク、ウォーク、ウォーク、右足はストンプアップです。ストンプアップの理由は次とヒールに入っていくのでね、ストンプアップです。はい、これでこのダンスやっと終わった。はい、結構長かった。はい、じゃあどこから行こうかな。ここから行こうかな。クラップ、クラップ、クラップから行こうかな。5 6 7 8、ストンプ、クラップ、クラップ、クラップ、クロス、円クロス、シャッフル、サイドシャッセ、バックシャッフル、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ストップアップ。はい、そんな感じね。はい、でこれでこちらから始めてこっちも組んで90度ずつ変わってくる、フォーウォールダンスですね。では最初からいきますよ。5 6 7 8。あ、はいはい、大丈夫、良い？はい、足の見えるところ来てくださいね。はい、じゃあ最初からいきます。5 6 7 8、トーヒール、チャチャチャ、トーヒール、前にシャッフル、シャッフル、バック、バックシャッフル、ローリング、ローリング、クラップ、ローリング、キックボールチェンジ、キックボールチェンジ、キックボール、ステップハーフ2回、クラップ、ストンプ、ストンプ、クラップ。
クラップクラップクロスエンクロスシャッフルサイドシャッセバックシャッフルウォークウォークウォークストップ、そう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 、はい OK ですか。じゃあこの位置からいきます。5 6 7 8 トーヒールチャチャチャトーヒールシャッフルシャッフルバックシャッフルローリングローリングクラップローリングキックボーチェンジ2回、ステップワーフ2回、クラッストンプストンプクラップクラップクラップクロスエンクロスシャッフルサイドシャッセバックシャッフルウォークウォークウォークストンプ、はいじゃあこの位置から5 6 7 8、トーヒールチャチャチャトーヒールチャチャシャッフルシャッフルシャッバックシャッフルローリングローリングクラップローリングキックボーチェンジ2回、ステップハーフ2回、ストンプストンプクラップクラップクラップクロスエンクロスシャッフルサイドシャッセバックシャッフルウォークウォークウォー ク, ォークストンプ、はい。じゃあこの位置から5 6 7 8、トーヒールチャチャチャトーヒールチャチャチャシャッフルシャッフルバックシャッフルローリングローリングクラップローリングキックバイチェンジ2回、ステップハーフ2回、ストンプクラップクラップクラップクロスエンクロスシャッフルサイドシャッセバックシャッフルウォークウォークウォークストンプ、最初のクロスエンクロスの位置が違っちゃうとみんなねーだよね、どっち見ていいか分かんなくなるね。だからストンプしてクラップしますよね。ここから始めるね、この見てる壁から始めます。ここから始める、そしてだんだん90度ですね。最初の一歩間違いないね。はい、じゃあ私今ローリングしないでバインで皆さんの見てたけど綺麗にねできてたんで、では続けますよ。カウントでいこうかな。はい、いきます。
ザ・ピクニックポルカでした。はい、皆さんありがとうございます。では水分補給とちょっと休憩しましょうかね。5分ぐらい休憩しましょうか。はい、じゃあ50分開始にします。
水分補給できたところで、水分補給した後散々喋ってるんでまた喉が悪い。はい、チャットくださいました。ダイアナさんっていうのは、熊本の方ですね。私が開いたパーティーにもね何回も来てくださってるんですけども、ダイアナさんが、ダイアナさんからピクニックポルカ懐かしく思い出しましたってね来てくれました。あとビーガールズのビ神戸ビーフ、神戸ビーフだって、神戸ビーフ、神戸ビーフの、あのビーガールズの皆さんお元気ですか、また有馬城に行きたいな、神戸より愛を込めてハートってね。それからチーム伊勢の E ちゃんからなおさん見てますってね。伊勢ももうずっと私も行けてないんですけどね。はい、ということでチャットくださいましてありがとうございました。今のダンスですけどちょっと気になったところがあったので、やっぱりここですね、このここの移動の ここね、ひたすらこちらに行くんですよ。でその時に膨らむと、膨らまないようにしてほしいんでね。でここに一本線があるとしたら、なんなら平均台置いて平均台の上をよいしょこうやってこうやって渡っていくイメージ。そうすると一直線に来れますよね。で、よくやっちゃうのが、クロス円、クロス、シャッフル、サイドシャッセー、バックシャッフルで、バーって広がっちゃうのは、あまりよろしくはない。なので、ここで朝平均台渡る場面だぞっていうつもりでやるとまっすぐね、来れるんでね。はい。ということです。それをちょっと気になったんでね、言っときます、今のうちに。あとでまた、復習するときにやりましょう。じゃあもう一曲ね。2曲目お願いします。ローズガーデンです。もうリアンライム、あ、スクーターリーダー。ターンが多いので男性バージョンも言いますね。そうそう、男性バージョン勝手に言ってるだけだけどね。はい、では最初ね、ロックリカバーシャッ、あ、ちょっと見ててください。最初ロックリカバーシャッフルターン、ロックリカバーコースターステップときます。コースターステップというのは後ろ閉じ前、
ボールを使ってやりましょうね。はい、じゃあいきます。右足から5、6、7、8、ロック、リカバー、シャッフルターン、ロック、リカバー、コースター、ステップ。はい、じゃあちょっと前見てください。ロックしますね。ロックしたらリカバーです。なので左足が最初にあった位置に戻ってくださいね。ここでロックリカバーとかロックリカバーとかね、そういう風にしない方がいいと思います、ね、そのままこう素直にロックリカバーします。そして、シャッフルってしながら半分回るハーフね。シャッフルターン良い。そして、その次、今右足に体重乗ってますね。今度左足ロック、またここもリカバーですね。元に戻して、ここでコースターステップ、後ろと前へときます。はい、じゃあやってみましょう。5、6、7、8、ロック、リカバー、シャッフルターン、ロック、リカバー、後ろと前へ。はい、コースターステップは必ず最初の一歩後ろです。後ろと前へね。はい、で今左足が前に来て体重乗ってると思います。はい、じゃあここでまた同じことします。ロックリカバーシャッフルターン、ロックリカバーコースターステップ、5、6、7、8、ロックリカバーシャッフルターン、ロックリカバー後ろ閉じま、はい、同じことを2回繰り返してるだけ。はい、じゃあ2回いきますよ。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、じゃあ次行きますね。最初見ててください。サイド、ビハインド、サイド、シャッセ、クロス、リカバー、サイド、シャッセときます。5、6、7、8、サイド、ビハインド、サイド、シャッセ、クロス、リカバー、サイド、シャッセ。はい、じゃあそこカウントでいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあ最初からそこまでね。5、6、7、8、ロックリカバーシャッフルターン、ロックリカバー後ろ閉じま、ロックリカバーシャッフルターン、ロックリカバー後ろ閉じま、サイドビハインドサイドシャッセ、クロスリカバーサイドシャッセ。はい、じゃあ次いきます。ちょっと見ててください。クロスターンバックバックタッチここちょっとややこしいですよね。はい、そんな風にやってたんかと思うでしょう。はい、いきますよ。そんな風にやってたの。はい、じゃあ今左足に体重乗ってますね。右足クロスから、クロス、そして体重乗せます。左足のつま先をこちら向けてターンします。体重乗せます、乗せますよ。そしてバックバックタッチ、そう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 。はい、そこちょっと何回も行きますね。5、6、7、8、クロスターンバックバックタッチ、もう一度。5、6、7、8、クロスターンバックバックタッチ。あ、いいじゃん、上手。それが続けてできるかどうかよね。サイドビハインドサイドシャッセ、クロスリカバーサイドシャッセ、クロスターンバックバックタッチ。そこ行きましょうね。じゃあ右へ行くところから、5、6、7、8、サイドビハインドサイドシャッセ、クロスリカバーサイドシャッセ、クロスターンバックバックダッチ。あ、いいじゃん、すごい。まあ今ゆっくりやったしねじゃあちょっとカウントでいきましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、あとね、5、6、7、8で前行くんですけど、ちょっと見ててください。5、6、7、8ときますね。でそこは、さっき言った男性バージョンっていうのが、今バックタッチしましたね。だからウォークウォークシャッフルでいいです、ね、で僕ターンできないからちょっと歩こうってじゃなくて、もう堂々とウォークウォークシャッフルとやってください。はい、で今バックタッチできてます。でターンできる人はフルターンしてくださいね。フルターンした後シャッセが入ります。いきます。歩く人は歩いてください。いきます。5、6、7、8、ステップターンシャッフル。あ、ちょっと私が今歩いたもんだから
みんな歩いたことになっちゃった。じゃあ今度ターンします。バックタッチしました。今左足バックタッチしてます。5、6、7、8ステップ、ターン、シャッフル、こう来てるでしょ。まず左足前出ますよね。で体重乗せます。で右足をまたこうハの字に置く、カタカナのハの字になるように置く。そしてこちらへ向け、シャッフルですね、シャッフルとしてください。続けるとクロス、ターン、バック、バックタッチ、ステップ、ターン、シャッフルと決める。はい、じゃあ最後のとこ行きましょう。ここから行こうかな。クロス、ターン、バック、バックタッチから行きますよ。5、6、7、8クロス、ターン、バック、バックタッチ、ステップ、ターン、シャッフル最後のポーズが綺麗だねはい、これでこのダンス終わりです。で左足に体重乗ってるので最初のロック、リカバー、シャッフル、ターンって入ります。なのでね、最後ねフルターンして終わるでしょ。ですぐにロック、リカバー、シャッフル、ターンってターンが入るんで、もうとにかくくる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 ね。はい、ということで、でもこのダンスは本当みんなよく偉いマジか。偉いって名古屋弁でね、しんどいっていうことなんですけどね、もう別にこう偉いって意味ではなくてね、そうなんですよ。いいえ、ここ名古屋なんでね、名古屋弁で。はい、ということで、まあ、ターンがいっぱい入るんだけども、なんだ、丹田のとこしっかり力入れて、ぶれないようにね、ぶれないようにやりましょう。で最後ウォークウォークでいいのでね、うん、では続けましょうかね。最初からね、5、6、7、8ロック、リカバー、シャッフル、ターン、ロック、リカバー、後ろ閉じ前、ロック、リカバー、シャッフル、ターン、ロック、リカバー、後ろ閉じ前、サイド、ビハインド、サイドシャッセ、クロス、リカバー、サイドシャッセ、クロス、ターン、バック、バックタッチ、ステップ、ターン、シャッフル。で左足前切れますか？ OK はい、じゃあこの位置から5、6、7、8ロック、リカバー、シャッフル、ターン、ロック、リカバー、後ろ閉じ前、ロック、リカバー、シャッフル、ターン、ロック、リカバー、右にサイド、ビハインド、サイドシャッセ、クロス、リカバー、サイドシャッセ、クロス、ターン、バック、バックタッチ、ステップ、ターン、シャッフル。 OK ね、はいいいかな。じゃあこの位置から5、6、7、8ロック、リカバー、シャッフル、ターン、ロック、リカバー、コースター、ステップ、ロック、リカバー、シャッフル、ターン、ロック、リカバー、コースター、ステップ、サイド、ビハインド、サイドシャッセ、クロス、リカバー、サイドシャッセ、クロス、ターン、バック、バックタッチ、ステップ、ターン、シャッフル。じゃあこの位置から5、6、7、8ロック、リカバー、シャッフル、ターン、ロック、リカバー、後ろ閉じ前、ロック、リカバー、シャッフル、ターン、ロック、リカバー、後ろ閉じ前、サイド、ビハインド、サイドシャッセ、クロス、リカバー、サイドシャッセ、クロス、ターン、バック、バックタッチ、ステップ、ターン、シャッフル。はい、戻ってきました。こんなにいっぱい動いてるのに32カウントなのね、これね。はい、では4ウォール続けます。カウントできますね。
ちょっとスピード緩めようかな。ちょっと9できるのよ。95% ぐらい。どうする？違う。曲を 100% から 95% に落としたので、だいぶゆっくりに、ね、できると思います。最初ちょっとゆっくりの感じで、しっかりステップ踏んだ方がいいのでね。はい、じゃあお願いします。Bye.
とコースターステップがねチャチャチャになっちゃったりとか、いい加減にやっちゃう、いい安いダンスなんだけど、そこをやっぱりきっちりやるとダンスがすごい綺麗、すっごい綺麗にコースターができてたから、いやちょっと何すごいじゃんと思いながら見てました。本当にだから普段の怖いと言われるけど厳しいです。ここでちゃんとね生かされてね、自然に出るようになってるからね、すごいいいことだなと思います。はい、それではですね、もう時間になりましたので今日やった3曲を復習しますが、その前に水分補給いる？はい、じゃあ2分休憩します。じゃあまずヒンジス行きますね。右バインファンファン、左バインヒールフック2回セーブ、サイドビハインドサイドストンプファンファン、サイドビハインドヒールフック2回、前にロックステップステップロックステップスカンプステップロックステップ、マンボービハインドターンクロスホールド、そうそう、そのクロスの足がこういう風にならないよね、こういう風になると次こっち行っちゃうからね、しっかりつま先は前向けといてくださいね、前を向ける、はい、じゃあ OK だね、じゃあじゃあ1曲目お願いします。はい、6、7、8、
さ、姿勢まで良くなったよね。そう。ちょっとなんか。でしょ。違う、やっぱりね。下向くとどうしてもこう背中丸くなっちゃうんでね。はい。じゃあ2曲目何やったんだっけ。あ、ピクニック。ザ・ピクニックポルカですね。5曲目お願いします。いきなり言っていい？トーヒールチャチャチャ。トーヒールチャチャチャ。じゃあお願いします。また落としますか。一回本ちゃんでやってみます。じゃあローズガーデンお願いします。Yeah.
わけです。もう今なんかすごい面白かった、踊ってた人がだんだん後ろ行って観客になってクラップして内輪で仰いで、それが一人二人三人何人までそこそうなるかなとか。そうね、いいです、いろんな参加の方法があるんでね。はい、ということで今日は3曲やりました、2日のね森山美香&デビルスさんのライブも楽しみにしましょう。まあ、都合が悪くって来れない方もいるんですけど、他の用事がねもしクリアになったらぜひおいでください。はい、では次回は10月28日ですね。これも第4になるのかな、第4ですよね。はい、で、この後は28日はレッスンの後にイエローアルマジロですね、サンちゃんチーフ率いる、イエーイ、チーフ率いるイエローアルマジロ、ザがつくザイエローアルマジロのライブです。もうすごい久しぶりですよね、楽しみ。はい、ということで配信をご覧になってる方、それからチャットくださった方、ありがとうございました。それですね、前ねどなたに言われたんだったかな、配信っていいねって後で復習できるねって言われたんですよ。そうかと思ってなので今日分かんないとこがあったら配信見て復習してください、ぜひね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。せーの、はい、はい、では終わります。